そうですね、まず勝ちたかったなっていうのが一つと、まあ、その試合の、内容についてはそうだな、やっぱ流れが あんまりこうなんていうんですかね、こっちに来てあっちに来てっていう試合ではなくて、そのやっぱ最初もだいぶロースコアで進んで、でも多分3、4ピリ多分20点ちょっとずつぐらいアルバックさんに行かれちゃって、で僕らも多分7点とかの多分クォーターがあって、でそういうその我慢比べのような部分で、まあ、僕もそのターンオーバーしたりとか、ディフェンスでこうしてこう守ろうねっていうことへのその遂行力が低くて、そこをやられたりとか、やっぱチームで試合前に決めたことのそのクオリティの高さが勝敗に適するっていうのをすごく感じたんで、まあそれはそのプレーとかで感じてた部分ではあったんですけど、まあ、こう改めて感じたっていうのと、そのリゾさんが一つのミスが勝敗に直結するんだ、そういうふうに思わなきゃいけないっていうふうにずっと言っていて、でなんか僕もみんなもどっかを一個こう修正できてれば、ミスをしなければというか、うまくいってればこの勝敗がこうひっくり返ってた可能性もあると思うんで、まあ、そういう意味でこう、まあ、これからのホテルに戻って、まあ、映像を見て、こう今日何ができて何ができなかったのかっていうのをちゃんと洗い出して、それでそのできたことはこれからずっとできるっていうふうにしないといけないですし、できなかったことはもう明日にでもできるようになる必要があるんで、そこのその改善の速さを意識して、みんなにこうコーチ陣とかまあ、ベテラン陣も多いですし、そういう方に力をお借りして、僕も全然なんか足りないことばかりっていうのを思うんで、そこをちょっと改善して、はい、明日頑張ります。ずっと僕去年からなんですけど、町さんアシスタントの町さんにずっとワークアウトしてもらってて、でその今日 のハードショーとかハーフショーとか の練習もここずっと最近ずっとしてて、でこのアルバルク戦のためのワークアウトしてて、でそれがこうちょっとだけコート上で出したかなっていうのがあるんで、まあそうですね、ずっとやってもらってるんで、もっと決めてよって言われてるんですけどまあそこは一つ良かったことなんですけど、まあ、これがこう明日できなくなっちゃったらあんまり意味がないんで、ちゃんと自分のものにして自分の手札にしてっていうのを意識して頑張っています。やっぱプレーでその B1 昨シーズンもだいぶ上位だったチームとやれて、そうですね、なんか明確にここがこう違うっていうのはあんまりこう分からなくて、だいたいこう全部のレベルがやっぱ強いチームは高いですし、あと、まあ、出力、そうですね、まあ、B1 そうだな、昨シーズンこう途中加入した時は100% でずっと続けるっていうのが多分できなくて、大学時代に僕40分出ること多くて、そのでなんかインサイドやってっていうのでなんかサボる癖がついててそれでそのプロで、まあ、出ても僕とかだったら、まあ、
クォーターの半分いくかいかないかで、こう良かったりしたらもうちょっと引っ張ってもらったりしてっていうので、その3時間でどうやってこう自分の出力出すかっていうのを去年あのトレーナー陣に助けてもらって頑張ってきて、でまあウェイトもその頑張ってますし、そうですね、まあ、やっぱアルバルクさんとかあの上位のチームはディフェンスの強度とかも全然違いますし、でもなんかなんだろうな、ちゃんとそのいなせてる人とか、ちゃんそのプレッシャーの中でもちゃんとこうスクリーンを使ったりだとか、あの自分の視野を保ったりとかする人がちゃんといるんで、なんかそういう人を見本にして、でまあ真似して、うまくいくとこだけちょっと自分のものにさせてもらってっていうのをあの続けてるつもりなんで、僕は今日の感じだったらあんまり自分の方がなんかプレッシャーかけれたなとか、うん、そういう感触は別になくて、でもそうなんかそうやって見てもらえてるんだったら良かったかなっていう、でももっとなんかやらないことも多いなっていう感じです。やっぱ回とかはそのガードがこうずっとビターってくっついてて、その相手がタッシュートを打つときに僕らのその上からブロック狙ったりとかしてそのくれるんで、逆に今日はそのカイとかティムがブロック行った後のそのリバウンドがやっぱそのガード陣が上から潰しに来て、あのそのビクトは戦わなきゃいけないところを、まあ、そのままこうやられちゃったりして、だからそのガード陣がピックのリジェクトとかで抜かれて、そこにこうカイが助けに来てくれた後のその、まあ、カイがついてたビッグマンへのまたもうあのさらなるヘルプっていうのが今日はあんまりできなかったんで、まあそのシーズン始まってあの外国籍も揃って、でそこからこう例えばなんかこういう時はこいつこうしてくれるなとか、そういうなんかこういうこっちのポップが好きだろうなとか、こっちサイド好きだろうなっていうのがやっぱもうみんな多分分かってると思うんで、そういう個人特徴を取られたオフェンスを組んだりとか、そうもっとなんか役割とかその特徴を捉えてバスケットできるなと思いました。やっぱりこうワクワク感と、あとでもそれだけ多くの方がこう見に来てくださって、で今日僕らのベンチ周りもアルファーズのファンの方がたくさん見に来てくださって、でまあ、こう人数が増えれば増えるほどというか、やっぱりプロ選手としてそのパフォーマンスとか振る舞いとかを見に来てくれるっていうので、こうなんだろうな、なんかある意味こう商品、そういうのが商品だと思うんで、そこのなんか妥協は許されないなというか、やっぱりそういう方たちに見せれるプレーをしなきゃいけないと思うんで、まあそうするにはやっぱその努力と準備が必要なんで、まあなんか龍馬さんもよく言うんですけど、なんかできるできないとかじゃなくて、なんかあれやっときゃよかったなとか、そういうのをなんかなくしていくのが大事っていう風に言ってくれるんで、いつもやっぱその9000人っていうのはやっぱ初めてでしたけど、試合前もまあそこはそんなに気にせずにというか、やっぱ自分の役割をやらなきゃいけないし、自分たちのバスケットを追求しないといけないしっていうのを、そっちにやっぱり
あの集中力を注いで、はい、試合に入りました。手応えはやっぱ自分たちのバスケをちゃんとやれれば通用するというか、まあ、全然勝ててはないんですけど、難しい道のりではあると思うんですけど、そのやっぱりリオトさんのバスケをみんなでやるっていうのをちゃんとできれば、まあ、こうカテゴリーは昨シーズンとは違うにしろ、あ、自分たちもやっていけるなっていうふうに思ったんで、まあでもこう思ってるだけじゃダメなんで勝たないといけないんですけど、そこの感触は良かったと思います。はい、アルバルクさんと明日が最後なんですかね、ですよね、地区が違うんで。でやっぱ同じ地区だったらその、まあ、2回こう土日で終わってもまたこうっていうのができると思うんですけど、やっぱもうシーズン中にはないんで、明日こうリベンジする必要があるんで、まあ、僕もそのシーズン初めからいるのが初めてで、で、まあ、1年目ですけど、まあこうなんかあんまりいつまでもこうルーキーの気持ちではいられないっていうか、1年目だからっていうふうに言い訳するのも嫌なんで、なんだろうな、その明日も多くの方が見に来てくださると思うんで、そういう方の期待に恥じないプレーをしたいと思います。